はい、というわけでね、今日は RSK ラジオの取材でやってきました。今日はね、RSK ラジオ土曜番長の企画の一つとして、今日は鶴形商店街の中にあるこの朝日商店街っていうとこに、来てるわけですけど、もうどこかね、分かると思います。はい、今日忙しいですか？忙しいです。朝が大忙しでした。大忙しです。そうなんですよ。頑張ってください。はい。鮮魚店、朝日商店街の中なんじゃな。ちょっと鮮魚店が重なるんですけど、はい、このすぐ鮮魚店がいくつかあるんですけど、中にね、やはり酒井鮮魚さんですね。はい、ここですね。お、到着した。お、女性陣が多くて、はい、ね、女性がもう多いです。あの、お名前は？あ、はるかです。あ、孫です。はい、はい、あ、私は酒井真澄です。酒井さん、酒井真澄さん、はい、真澄です。今さっきのお孫さん、お孫です。まあ、で、あの、はい、もうあと女性がお二人いらっしゃって、3人いるんですか？はい、今配達出てるのと、はい、若菜です。前は？はるかです。あら、若菜さんに、はるかさんに、そしてこの前、ちかです。じゃあ、ちかさんのお娘さんのこと？こちらの、あさみちゃんの娘です。あさみちゃんの娘さん。ちょっと家族構成が、いろいろございまして、はい、皆さん、じゃあ、ご家族。そうです、あ、ご家族というか、お呼びにやった孫ですけど、はい、はい、大体、家のものです。ね、ということでございまして、はい、まあ、びっくりするぐらい、ね、女性が大事で、ね、はい、お店、飲食店されてる方々も、はい、そういう方々も来てくださるので、喜んでいます。あ、そうですか。いや、元気ですね。また皆さん、酒井さん、はい、もう何年になるんですか、お店は？何年、お父さん。あ、ご主人、お父さん、お父さん、戦後からお父さんいらっしゃったって一言も声発した。いや、いつもはやかましいですよ。いつもはやかましい、もうむっちゃ、もうなんとばっかり言って、もうお客さんに、じゃ、もうみんな喜んで帰ってます、お客さんが。あ、そうです。クエ、クエ、クエブリとか、ちっちゃい、ちょっとちっちゃい、今日はちっちゃいんですけど、あと一匹まだあります。クエね。これね、あの、体長ね、もうほんと1メートル近い。そうですね、そういうのもありました。こんなクエも帰ってくる。2メートル、1メートルちょっとのね。そうそう、これぐらいのクエも帰ってきますね、ほんとに。そうだ、でも、奥さん、やっぱクエは鍋ですか？鍋がいいと思います。はい、ね、お、渡りガニ、いいのがある。渡りガニ、おー、いいな。オス、メス、しかも子持ち、もう今の時期な。そう、今の時期もう、あれなんです、もうこれから子持ちが美味しくなるんで、はい、でもほんまにおすすめです。今こっちオス、こっちがメス。あ、オスもメスも、はい、おすすめだということでね。もう、出汁が出るし、身も甘くて美味しいし、もう岡山じゃないもん、渡り鳥になってくるぐらい、ね、おすすめです。ですね、はい、こういうお子様すごい、こういうのだったらお刺身に。それは何？はい、これ剣が立ったら、うん、あれに、病院監督のお子ぜ。お子ぜね、はい、ということでゴツゴツしとんですけど、はい、これは味は最高ですね。はい、そう、おー、結構アコーテ幻の。そうなんですよ、魚じゃろ。そう、そうです。もう高いやつ、ね、でもまあちょっと昔に比べたらちょっとね、うん、値段が落ちてきてるので、うん、みんなまあ買いやすくはなったかなとは思うんですけど、でもやっぱりね、高級魚。高級魚ね、そう、美味しいです。まあ美味しいよね、確かに。美味しい、美味しい、はい、まあ、だけど、よく、まあもう何年ぐらいの勤めてる？私ですか？私は、ね、中学校卒業して5年かな？ 4 年目、わからん。まだ4年目。失礼ですけど、どういうご関係なの？お孫さん？あ、私孫です。お孫さん、私最年少。あ、そうですね。6人兄弟でした。6人、6人兄弟。あ、そう、そのうち魚屋さんついどんの？3人です。3人。全部の女性？うん、1人男の子がいます。あ、そう、男の子が1人。そう、弟ちっちゃいんです、まだ中学生。中学生も継ぐの？いや、もう多分違うことします。あ、違うことするんだ。
あ、じゃあでも、おついどんな女性。そうなんです。で、はるか、はるか、この子、あの、この、はい、私のお姉ちゃんは小学校の頃からもう、あの、カンパチとかそういう大きい魚をさばいとったり、はい、中学の頃からそうです、それくらいから、はい、頑張ってました。どうしてそういうのをもうさ、あの、なんていうか、やろうと思ったこの頃から、ね、あ、なんかちっちゃい時から見せて、やりたいなと思って、そう、勝手にどん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 、うん、やり始めました。お母さんに教えてもらって、あ、はい、なんか嫌とかそんな思わなかった。あ、思わなかった、全然。どっちかというと楽しかった。楽しかったです。どんなとこが楽しい。なんかサバ、なんか楽しい。サバ包丁でなんか、なんだろう、綺麗にできた時とか、すごい嬉しいです。あー、そう、いやー、そうですか。朝の、見れてないけど、ああ、そういうの、朝の、そうですね、もう早い時間からもう起きてやってる人がいます。もう、ちなみに早い時間と何時？何時？何時？秘密、秘密作戦と、もうほんまの夜中、もう夜中、夜中、はい、でももうね、やっぱお客さんが来てくれてる以上頑張るしかないから、あの、喜びながら起きてます。はい、皆さん、ほら、お客さんがほんま元気だ。お店での仕事はどう？お店の仕事はもう毎日怒られてるけど、もう毎日でもね、そういうやりがいを感じながら、ほんまにね、そう、頑張る、ほんまに、そうじゃな、うん、ほんまにやりがいを感じながらやってます。もう朝はもうほんま冷たいし、冬なんかもう手や動かんけど、ほんまにもうお客さんの一人一人の顔を思い浮かべながら頑張ってます。やめたいと思うかな。もう 何百回ないっしょ、ないっしょ。そう思うけど、でもね、もうそれはもう仕事なんで。はい。それはもうね、頑張るしかないから。はい、普通にさ、みんなとこう飲み行ったり、そう、そういうことしたいと思わない？ないです。あんまないでしょ。そうなん、もう朝が早いから遊び出るのも偉くて、そうなんですよ、うん、だけどね、ほんまでも行きたいです。いいね。あの、彼氏募集中です。のけとって、これ絶対の。お気持ちどうですか？もう最高です。あの、誰でもできることではないんで、うん、あの、結構簡単なように見えるけど、うん、忍耐がいるので、もう感謝しております。そうですよね、はい、ここは朝日商店街、商店街というね、はいはい、まあ、隣が鶴形商店街かな。あ、そうですね、この向こうで、ね、隣が鶴形、ね、その前が鶴形の管理の、うん、あの、道です。道ですね、はい。まあね、あの、商店街ね、あの、はい、本当こう、まあ、言葉はあれかもしれない、もう古墳奮闘的な、そうですね、感じですけど、はい、やっぱりそのあたりはどうですか、こう、はいはい、そうですね、あの、なかなか儲けが少ないから、あの、ビルディングにはならないんですけど、組合でもあるし、うん、ならないんですけど、うん、でも、あの、日々頑張ってます。頑張ってる、はい、ねえ、本当、もう少しこうね、にぎわいをとか、そういう気持ちもあります。どうですか？そういう気持ちはもういっぱいあります。はい、もう、あの、コロナの時期には本当にどうしようかと思いました。うん、で、今やっとちょっと巡ってきたかなという感じで、喜んでおります。喜んでるね、はい、その元気の秘訣って何なんですか、坂井さん？元気の秘訣は、おいしい魚を食べること。そうですね、おいしい魚を食べること、家族を愛することですね。だから、そういう皆さんの元気をもらいにお客さんも来てるっていうところがあるかもしれませんね。はい、はい、そうです。一番下のお孫です。はい、一番下のお孫です。お孫も今日は箱を洗ってやられました。箱を洗ったりしてね、手伝われてるということで。はい、こんにちは。はい、お名前は？ひなのです。ひなのちゃん、ひなのちゃん、大きくなったら何になりたいですか？初めて知りました。妹です。妹。はい。今います。もうビッグ発見が。いや、初めて聞きました。などうどうどう。いや、もう嬉しいです。お母さん。いやいやね。お母さんなかった。お母さんです。お母さんね。あのね、もう、あの、ラジオなんでね、なかなかあれですけどね、皆さん若いからね。どなたが娘でどなたが孫かもう分からんぐらい、みんなもピチピチ、もう魚以上にピチピチしてます。そうなんですよ、もうピチピチです、みんな。ピチピチいっぱい。いや、本当に、もう、いや、嘘じゃない、これは。本当に、もうね、声がね、もうこだましてね、響きまくってるんですよ、この商店街。ありがとうございます。
ました、だけど嬉しい。いつもね、どういう気持ちでやっぱお店やってらっしゃいますか。見せてる、もう家族のためももちろん、もうお客さんが大事なんで、やっぱりもうお客さんのためを思っても毎日あの早い時間でも頑張って起きてます。あ、どうですか。そうですね、もう全く同じですね、もう、ね、はい。もう一回ね、この商店街ね、うん、他にもまあお店あるけど、そうですね、この辺どう？そうですね、なんかね、どうにかして相手ね、たくさん、まあ、お客さん足運んでくれるように、まあ、駐車場のこととかね、いろいろあるから、そうね、うん、それもね、まあ、はい、賑やかに商店街になってほしいです、はい、はい、ということでね、はい、本当にあの頑張ってらっしゃるお店、こういう風に来てくださることで、はい、やっぱりあの人もあの来てくださるんで感謝しております。ありがとうございます。ということでますますこれ年末にかけてお忙しいんじゃないですか。はい、はい、そうあると嬉しいんですが、はい、ね、ありがとうございます。そこなつなんか花がずっと咲き続けてる。もうあの本当に、ものすごく賑やかな場所でございます、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。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 このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。